伊達珍チャンネルへようこそ。伊達珍でございます。本日はこちらでございます。さあってねー、こちらね、筋肉マン CCP フィギュアを限定、これちら第1弾ということで、この CCP マスキャラコレクションボリューム91、筋肉マンでございます。でーん、これね、バッファローマンの、ここね、このバッファローマンのロングホーンが実は筋肉マンの左腕に埋め込まれたバージョンということでね、いよいよ私の持ってるのこの筋肉マン CCP コレクションのね、ラストでございますけれどもね、まあ、これからどんどん増やしていく予定ではいますけどもね、今現状持ってるのはね、まあ、こんな感じでございますからね、早速こちらのね、筋肉マンの方をね、開封して、私の持っておりますフィギュアケースの方に飾っていきたいなというふうに思います。それでは早速開けていきましょう。はい、それではね、早速開けていきたいと思います。いやー、今回これがラストということでございますけれども、お待たせしました。まあ、これ約10年前にね、私が購入したものでございますけれども、開けていきましょう。おー、今回これは、それじゃあ開けていきましょう。じゃーん、おほほ、こちらだこちら、これすごいぞ。じゃーん、出ました。こちらが筋肉マンでございます。これはこれね、前回みたいにこれね、叩くとね、光るギミックがあった筋肉マンなんですけど、今回そういうギミックはなさげな感じかな。で、今回の、この、CCP マスキャラコレクション、ボリューム91、バッファローマンボーンバージョン、対ヘルミッショネルズ戦ということで、今回この特徴としては、ネプチューマンとビッグザブロードのクロスボンバーで、筋肉マンの左腕は切断される。急遽ドクターボンベにより手術を行われるが、その際骨の代わりに代用したバッファローマンのロングホーン第48話のタイトル恐怖のソードデスマッチのこちら扉絵をイラストをイメージということでございますが、これはこれね、光らないんだけど、いや、このクリアバージョンです。ここよく見てもらうと分かるけど、骨、これがあれですよ、バッファローマンのロングホーンです。それからこのね、タンクトップ、ソードデスマッチだったから、めちゃめちゃこの血、ね、こんな感じで血しぶきをね、こっち側、ね、食らってる。ね、返り血です。返り血を食らってます。まあ、自分の血なのかわかんないですよね。まあ、今回このね、特徴的なのが、この辺がちょっとクリアな感じで、骨がこんな感じで見えてるっていうのがかなりの特徴的なこの筋肉マンでございますね。これ左腕はね、漫画とかアニメだとね、ピシャンって取れちゃうんでね、その時の、で、それで、ドクターボンベのあのね、手術ですよ。手術によって、これね、こう、ロングホーンを埋め込まれた、このね、筋肉マンの左手ですから、これもかなりね、かっこいいかなというところでございます。で、こちら、下にね、台座があるんですけど、これがあることで、こう、筋肉マン、これ、独立して自立立てますんで、これはいいね。これ、台座とかいらないんで。はい、こちらでございます。今回ね、ご紹介したのがこちらでございます。で、今回ご紹介するのはこちら。この左手が、ロングホーンバージョンの筋肉マンですね。で、これで、ね、振動を与えると、よいしょ。はい、こんな感じで振動を与えますと、光る、このね、カジマのマグネットパワーバージョン。それから、今回この左手に持っているのが、バファローマンのロングホーンバージョンということでございます。これ当時ね、10年前にね、購入したんですけど、これ当時ね、8000か、8000ぐらいかな、だったんだけど、アマゾンとかで見るとやたらね、値段が上がってた時もあったんで、約10万円とかね、してたところもあったんで、まあ、持っててよかったかなっていうところもあります。で、これ、やっぱりこの2台持ちですよね。これ、やっぱりね、気持ちいい。これ気持ちいいね、この筋肉マン。かなりかっこいいところでございます。で、このロングホーンだよね、これ。ロングホーンバージョンのこの透明でさ、これよく見ると、骨が金だよね。骨が金の骨。こんな感じの骨をしてるわけですね。はい、こちら筋肉マンでございますけども、やはりこの左手のね、ロングホーンバージョン。これやっぱりね、このクリアってところがね、かなりいいかなっていう感じはしますよね。このロングホーンが金色のね、これ見えるわけですよ。これ全体的に見てきますと、この筋肉マンの表情だったりとか、
この白のタンクトップからね、この血で汚れてたりとかっていうところがね、かなり再現できてて、いいかなっていうふうに思います。でこれ一周すると、まあ、この辺だよね。やっぱこれこのやっぱり左手のさ、ロングホーンとかめっちゃかっこいいわけですよ。まあ、後ろからこう見てもめちゃくちゃかっこいい感じがしますよね。でやっぱりこのね、白のタンクトップと白パンツですよ。これ本当にね、原作版をね、本当にね、意識した、このね、イメージした、本当、この筋肉マンかなというふうに思います。それではね、早速飾っていきたいと思います。はい、それではね、早速、フィギュアケースの方に飾っていきたいと思います。はい、それではね、早速飾っていきたいと思います。こんな感じでございますね。まあ、この辺かな。この辺になろうかな。この辺か、こんな感じ。じゃーん、どうですかね。こんな感じで筋肉マン、ついに並べてみました。まあね、右側の方が、光る筋肉マン。それから、左側の方が今回のロングホーンバージョンの筋肉マンでございます。まあ、ようやく上の段がね、こんな感じでね、落ち着いてきたかなというところと、あと、テリーマンがね、ちょっと欲しいなっていうところがありますね、今回ね。やっぱり、ちょっと欲しいな、テリーマン。次、ちょっと狙っていきたいなというふうに思います。で、それからまあ、下へ行くと、この悪魔超人、強敵軍団ですね。この悪魔将軍だったりね、こんな感じのフィギュアが並んでおります。まあかなりのいい感じになってるよね。今上はもう完全にほらブロッケンジュニアとか裏ねちょっと後ろ側にいますけれども、こんな感じで、おるわけでございます。これはやっぱりね、ファンならちょっと欲しいなっていう、最強のねコレクションケースがだんだん出来上がってきたかなというところでございます。まあまたね、ちょっとだんだんね種類も増やしていって、私の最強のコレクションケースにしてみたいなというふうに思います。はい、ということで本日こちら筋肉マン生誕30周年記念限定アイテムということで、今からね10年前に出たこちらねフィギュアを限定の筋肉マンバッファローマンボーンバージョンということでね、バッファローマンのロングホーンバージョンのね、筋肉マンご紹介しましたけれどもね、いやかなりね私のフィギュアケースも似合ってきて、いい感じかなというふうに思います。まあまたねイベントなんかね行って、まあ、買ったりとかね東京とか行ってね、買って、まあ、だんだんね私のフィギュアケースもね最強のフィギュアケースにしていきたいなというふうに思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということでチャンネルまたあそこでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にねチャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。